燥を乗り切るための食事、油の選び方で潤いを変える油の種類の選び方についてはまだまだ勘違いが割と多い。ごま油使いすぎてる方も意外と多いですね。お肌の元になるタンパク質を摂る食材としては鶏肉はあんまり他のものが摂れない。食べて輝く美女になれ、伊達美チャンネルへようこそ。お肌のお話いろいろ続けてまいりましたけれども、少しずつ状態良くなってきてますでしょうかね。いろいろ参考にしていただいて、食べてお肌を変えるっていうところ皆さんもぜひ実践していただけたらと思います。そして今回は乾燥を乗り切るための食事、まず乾燥を乗り切るための食事として重要なのはやっぱり油の取り方、油の選び方で潤いを変える。お肌のために良質なオイルを取るっていうのはだいぶ皆さん浸透してきたかなと思うんですね。油はとにかく抜くのがいいとか全部悪いものだっていう考え方はだいぶ変わってきたのかなと思いますね。これはすごいいいことだと思うんですけれども、油の種類の選び方についてはまだまだ勘違いが割と多い。基本的にオメガ3脂肪酸、アルファリノレン酸という、脂肪酸の種類なんですけども、これが必須脂肪酸、つまり体の中では作ることができないので口からどうしても取らなくてはいけませんよっていう種類の油の一つです。で、オメガ6、オメガ6の脂肪酸っていうのもあるんですけど、これも口から取らないと体の中では、作ることができない種類なんですけれども、こっちは割と取りすぎが問題になって炎症を起こしたりとかアレルギーの原因になることもあるよって言われている方なんで、これはあんまり取らない方がいい。その代表格がごま油なんですね。でごま油は割と何ですかね、香り付け、風味付け、味付けのためにはめちゃくちゃ良くて、ごま油ちょっと垂らすだけでなんかプロっぽい味になったりとかいうお料理も多いので、割と使っている方多いんですけれども、使いすぎてる方も意外と多いですね。これは風味付けの域を超えて体にいいからと思って使ってる人が多い。香り付けに 1,2 滴ぐらいにしてくださいって言わないと意外と使いすぎてる人が多いんだなって思うのがまず実態で、オメガ3の脂肪酸はアマニ油とかエゴマ油とかシソ油使ってる人多くなってきましたけれども、使い方をまた間違ってる人が結構います。この油は基本的に加熱することができません。非常にデリケート、酸化しやすいっていう性質の油なので加熱調理には使えないですね。まだまだフライパンに普通に熱して野菜炒め作ってますみたいな人とか本当にいるので、これは絶対にダメなのと、あとボトルタイプのものは封を開けたら1ヶ月半しか持ちません。つまり酸化のスピードがものすっごい早いので、酸素に触れるとどん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 良くない油に変わっていっちゃうんですね。でも1ヶ月半ってね、あっという間なんですよ。でもボトルには賞味期限しか書いてないんですね。それは封を開ける前の状態でいつまで持つかっていう賞味期限なんですよ。だから封を開けてからもそこまでは大丈夫って思ってる人が意外と多い。でもこれは危険です。なんかもうちょっと味変わってるとか色変わってきたみたいなこととかあったら、それはもう本当に口にしない方がいい油に変わってしまいますので、使い方にはちょっと気をつけてみてください。だからそう考えると大きいボトルのものはお得用にならないので、ちっちゃいボトルを選ぶっていうのもありますね。あとは個包装で1回分ずつになっているものは、これはもう使い切りタイプなんで一番使いやすいと思いますけれども、いろいろ用途とあと自分の性格、割と面倒な感じの人はあんまり手のかかるオイルは難しいので使い切りがいいのかもしれませんし、あとはカメリナオイルっていう油はオメガ9の割合も多いので酸化に強くて、加熱調理にも使えるし、割と常温で保管できて長く酸化しないっていう特徴があります。なので油にそんなに気を使えないっていうタイプの人はカメリナオイル買うことをおすすめしますね。だから油もいろんな種類がありますので、うまく使い分ける、あとは自分に合うものを選んで買うっていうことを皆さんにはぜひしてもらいたいと思います。
油のポイントとしてもう一つ重要なのは組み合わせて摂るビタミン。で特にビタミンの中でも A、D、E この3つは あと K もそうですかね、油に溶ける脂溶性のビタミンなんですけれども、ビタミン E というのは実は、美肌の抗酸化ビタミンでもあるんですけど、油の酸化を抑えるという働きがある。ビタミン E を一緒に摂ると油が酸化しにくいので、だからオメガ3が多くてビタミン E が多いっていう特徴があるのがカメリナオイルだったりインファインチオイルだったりするんですけども、だからこの2つは加熱調理に使えるっていうことになるんですね。もしオメガ3の油は、シソとかエゴマとかアマニ油とかそういうもので摂ってるよっていう人は、ビタミン E を別の食材で一緒に摂るっていう摂り方をしてもらえれば割と大丈夫です。一番有名なのはアーモンド。アーモンドはもちろん多いですし、卵料理だったりあと大豆とかにも割とあったりしますね。なので、ナッツとか豆類を組み合わせるっていう方法もありますので、お料理として組み合わせでうまく摂る、一度試してみてほしいと思います。お肌の元になるタンパク質を摂る食材としてはお肉があると思いますね。で実はお肉は選び方、お肉は、好きな人はすごくたくさん食べるけれども、鶏肉だったり豚肉だったり牛肉だったりいろんな種類のお肉がまずありますけれども、女子とかお肌を気にしている人は控えるようにしているっていう方も多いと思うんですね。お肌のためのタンパク質を摂るんだったらどの種類を摂っても基本的には問題ありません。しっかりタンパク質は摂れます。ただそれ以外の美肌に役立つビタミンとかミネラルを一緒に摂るんだというと、実は鶏肉はあんまり他のものが摂れない。一番わかりやすく言うと、血行を良くしないとお肌に栄養届きませんよっていう話。鉄分が多くて血流を上げる、貧血を予防するっていうことになると、やっぱり赤身の濃いところに鉄分ありますから、当然鶏肉が一番ピンクで色が薄い、豚肉はもうちょっとピンクが濃くて牛肉は赤い、色で鉄分の濃さが分かります。つまり鉄分が多いものは赤いっていうことですよね。って考えると、牛肉だったり、羊のお肉もっと多いんですけれども、馬とかイノシシとかいろいろジビエ系も赤身の肉が多いのでいいと思いますね。だから鶏肉も地鶏を選ぶと鉄分が多くなったり、色でお肉を選ぶっていうことも結構美肌には重要なポイントです。美肌のために摂るタンパク質、タンパク源といったらお魚。で最近はどうしても魚離れが進んでしまってお魚をあんまり取れないっていう方も多いと思うんですけれども、お寿司とかお刺身とか生のもので取るとオメガ3脂肪酸 DHA とか EPA も一緒に取れますので、これはいい方法ですよね。だからちょっと週末には外食で回転寿司に行くみたいなのでもいいし、たまにはちょっとお持ち帰りのパックの握り寿司みたいな感じでもいいと思いますし、お寿司はね、ご飯も一緒に取れるっていう意味ではすごくいい組み合わせなんですよね。だからそういうものでうまく取るということと、あとは量がどうしても不足する場合がありますので、ツナの缶詰とかあとカニカマみたいなものをサラダに加えたりとか、瓶詰の鮭のフレークとかも売ってるじゃないですか。ああいうのをご飯にちょっとパラパラっとするだけでも不足分を補うことができるんですよね。ちょい足しのものをいかに常備食として買い置くか、缶詰だったり瓶詰だったり練り物だったり、そういうものをうまく買っておくと、お魚のタンパク質はカルシウムとかマグネシウムとかミネラルも一緒に取れるっていう意味では非常に優秀になりますので、ちょい足しで魚をプラスするシーフードですね。だからイカとかタコとかエビとかそういうのをうまく足してもらえると、お肌の元になるタンパク質の補給になると思います。今日は美肌対策として乾燥を乗り切るための食事についてお話をしました。油の選び方のポイントありますけれども、あとはビタミン E との組み合わせということもありますね。油はそんなに取らなくてもちょっとで大丈夫な栄養素です。
それからもう一つはお肌の元になるタンパク質ですね。お肉だったりお魚で摂る場合もタンパク質は量が足りてない人が多いので多めにプラスするっていうイメージを持ってもらうと乾燥に役立つお食事のポイントになると思いますのでちょっと気をつけてみてくださいね。あとはね、前回の動画でもお話ししましたけども、タンパク質っていきなり量を増やしてもあんまり吸収が上がらない場合もありますので、あくまでもね、ご自身の胃腸の具合と相談して少しずつステップアップして増やしていくっていうことにも気をつけてくださいね。ここでちょっと私の自己紹介をしたいと思います。私は管理栄養士として、クリニックとかエステとかいろんなところで食事指導をこれまで32年間してきまして、いろんなところを食事で改善するっていうアドバイスをしてきました。それをまとめてですね、65冊くらい本を書いたりもしてきたんですけれども、そこでも書ききれなかったことっていうのをこちらの動画では皆さんにお伝えできたらなと思っております。なので皆さん、ぜひチャンネル登録といいねボタンもお願いしたいですし、ちょっとコメントもねいただけたら、非常に励みになります。あと個人的にちょっと私の食事見てもらいたいわってご相談のある方は公式 LINE の方にぜひご連絡をお待ちしております。それでは皆さん、お肌対策頑張って食べてくださいね。